高井広山とは、江戸時代の儒学者、浮世絵師。陽明学の教え、治療合一の精神で、国理民福の心情を貫いた。昭雲寺、高井広山墓所、葛飾北斎の門人。本世、市村、縄県。俗称三十九郎。寺は、四巡、品濃国高井郡小布瀬村の豪能省、高井家十代目の熊太郎と母、琴の四。 男として生まれる。高池家は七代目徳左衛門、八代目作左衛門、九代目長、九、十代目熊太郎と代々、永遠と酒造業で富を築き上げてきた。この八代目作左衛門が、大鳥さんの祖父で、天明の大貴近寺に蔵を解放して、その巨万の富を困窮者の救済に当てた。それが、幕府に認められ、高井軍に由来する。 高井の苗字と縦脇を許可された。商売は、新州を手始めに、江戸、京阪北陸、瀬戸内まで証券を広げていた。大鳥山こと十九郎が生まれた時には、すでに長男と次男は死去。三男もわずか九歳で死去していたことにより、高池後継として周囲から期待されていた。 文政三年、大鳥山十五歳の時京都へ留学し、以降十六年にわたって、小、抜きな海奥に、絵画を岸派の元区、岸帯親子と、浮世絵師の横三条流に、国学、和歌を、元織の長派の軌道線縦に、儒学と漢詩を、真島松南に指示している。その間、文政九年に一度お伏せに戻り、 文家の市村倉之助の娘風と結婚した。またこの年、祖父作左右門が病没した。翌年、妻風を伴い再び上落し、監視人の柳川聖岩に入門、また球場家とも接触する。その後、天保四年、聖岩と共に江戸に移住し、昌平公の佐藤一斉に朱子学を学ぶ。この時、佐藤一斉門下の佐久間昌山や大子を、 平八郎らとも交流を持ち、大鳥山も上位論や後部合体論を説いた。さらに蘭学も研鑽した。三年後の天保七年に起こった、天保の大飢饉に際しては、小伏に帰居し、祖父同様旧民のために蔵を開き、これを救済した。天保十一年、父熊太郎が病死し、大鳥山が当主となったが、経営、理財は全く不得意であった。 また三十代の頃、上田の活文禅寺について禅を学んでおり、葛飾北斎と交友が始まったのもこの頃であった。そして天保十三年の秋、北斎八十三歳の時初めて、尾布施の大鳥さんの元を訪れた。この時大鳥さんは、北斎の卓越した画祭を見抜き、自宅に、壁、剣というアトリエを建てて工遇し、北斎に入門した。 北斎はこの時、一年余りも、大鳥山邸に滞在したという。大鳥さんは北斎を、先生と呼び、北斎は、大鳥さんのことを、旦那様と呼び合った。そして、紅下五年、北斎は四度目の古伏世来法事、岩礁院の天井絵を完成させている。その後、文久元年には、江戸で作ったけ富士が、お布せまで来てしまい、家の中も乱れてしまう。 そんな中、妻数が、源氏元年1月、55歳で没する。その2年後の慶応2年には、幕府からの援助要請のままに、幕府へ1万両の献金を約束するも、7年のべ払いとなる。この年7月、山田温泉へ向かう途中帰化に遭遇する。翌慶応3年には、15代将軍、徳川義信による大政奉還が行われたことにより、 献金の約束も意味を失い、大鳥山には借金のみが残ることとなる。さらにこの年、すでに文久元年に分家していた弟の田三郎も死去してしまう。明治4年になると、大鳥さんは、高池を息子の達治に譲り、五歳、富士、次男、幸太郎、三男、達治、健次郎と別居、その年の秋文武将に出資となった。 翌明治5年に67歳で東京府に出資、私塾の高い学校を開いている。しかし3年後の明治8年、ついに家は破産し、明治10年秋に高い学校も閉鎖。さらにその翌年、明治11年の3月には、ブセの邸宅が大火にあってしまう。それでも、その翌年の明治12年、長野町の朝日町に高市議塾を開校する。 この頃、明治11年から明治15年にかけて、生活のために、村々の神社騎士を25体、希望している。明治13年になって軽いチューブを患い、徐々に、病状は悪化していき、そのまま、明治16年78歳で死去した。墓所は、小伏の小雲寺にある。法名は、公文院、体験校のすさん居士。絵画については、 花鳥画や山水が人物画を得意としていたが、大鳥さんの作品として特筆すべきは、晩年の北斎の影響が大きい妖怪画の数々である。ただし金銭面は弟に任せきりで、金儲けのでっち仕事には手を出さず、事業家としては無能であり、京や江戸では弁学のかたわら、下流界で金持ちを、温存しようと、乱痴気騒ぎをし、自ら、宝刀集と称して、 多くの友人を作っていった。1924年に15位を遺贈された。ありがとうございます。